はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。高橋です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、早稲田大学の修士入試 の, 人間科学部に関してやっていくんですけど、人間科学部って何なんですかね。人間科学部って何ですか。いやまずそっからかみたいな話なんですけど、人間科学なんかそのさっきこう教員一覧とか一人ざっと見て、あとまあその人科とか、まあ一般とかでも受かった教え子さんとかいるので、スポカとか、まあスポカは分かりやすいんですよね。スポーツ科学をするんだって次は分かりやすいんだけど、人科って何やねんみたいな話があって、うん、SAC のパチモンかなとかいろいろこうなんか話したんですけど、まあそういうことで言うと、あの学際融合型の学部ですね。学際融合、いろんな学部の先生とりあえず集めて、その中でこう現実社会の問題をなんか解決できればなみたいな学部です。まあ SAC っぽいですね。てかほぼ SAC ですね。でその SAC と人科、一般入試とか両方とも受けて、両方とも受かった場合、大体のところはあの SAC に行きますね。まあなんか分かるような気がします。はい。で、まあ、人科でどういうふうにこの課題レポートを書いていくか、まあ、課題レポート以外のことはちょっと法学部の動画やったりとか、あと下でお問い合わせいただければ分かるので、ちょっとまあ今日はその課題レポートをどういうふうに書くかというところをやっていければなというふうに思うんですけど、はい、人科で、まあ、地域課題っていうと、まあ、イメージとしてはどんな感じですかね。まあでも SFC っぽいって考えたのと、さっき教員一覧を見た時に認知心理とか認知行動みたいなことについてあったので、なんだろうな、地方の問題一つ挙げてとか、シャッターのようなことやってとか、地方の課題は何挙げてもいいと思うんですよ。でその地方の課題があって、でそれに関してその志願者自身がどういう課題を認識したのかとか、どういう活動を行ったのかで、何を学習したのかとかに関して言うと、正直教授陣はまあ、なんかミニ SFC みたいな感じでいろんな分野の人いるんですよね。いましたね。だから、まあ、そのいろんな分野の人いるんで、まあ、その自分の問題を解決する上で適切な人を取ってきて、まあ、その学際融合型の研究にして、ある学問分野とある学問分野を掛け合わせてできるようなものにするっていうところをベースにしながら、まあ、その解決策どのように地域貢献するかってところを結びつけていければのがいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、とりあえずそんなところですかね。それがすごく大事で、で、まあ、その、結構これ正直ベースでお話しすると、まあ、新志向別にそのセンター終わってからなんで、まあ、もうセンター終わってからだと SFC 決まっちゃうからなんですけど、SFC の練習で受けてもいいのかなって感じはしますね。なんか、方法を書く内容は SFC と変わらずに多分受けます。教授のところだけ人科の教授にしてやってもいいかなって感じがして、まあ、特にそのなんか、まあ、法学部の動画でも言ったんですけど、なんかこう、いや、俺センター8割いけるんでって言って、毎年相談来て、一定数受かるんですよ、その新志向。でもセンター8割取れないと結構いるんですよ。で、あの話どうなったって言ったら、なんかこう、あんま聞かれたくない感じになっちゃうことが結構あるんで、まあ、それぐらいでもいいかな。ただ、出願書類の準備とかは、正直法学部フィットとか SUC と比べたら、全然難しくないんで、まあ、試しに受けてみてもいいのかなって、3万5000円導入してもいいんだったら、やってもいいのかなって感じはしますね。受験料ってものに関しての考え方どうですか。高いですよね。高いよね。高いけど、なんか100万ぐらい使う人とかいますよね、次第の入学とかでさ。そうかもしれないですね。どうですか、カメラマンさんどうですか。カメラマンさんちょっといるのか。僕は、そうですね、やっぱ高いなと思った代わりに本当に受けたいところだけをって感じ。みんなそうなんですね。なんか私も SAC 医学部と、あと中央大の総合政策しか受けてなくて、現役の時で、SAC 医学部に関しても受かったから良かったんだけど、その中央大の時は私はすごい不眠症で、もう不登校だったんで、まあ、極度のこう、なんかうつ病みたいな感じだったんで、なんかね、もう、国語の試験終わりじゃん。で、もうこらえきれない吐き気が止まんなくて、トイレに入っちゃって、英語受けないで終わるみたいな、当然落ちましたけど。やばかったですね、私受験生の時の精神状態で。どうでした、なんか受験生の時とか。とりあえず受験会場に行くことを目標にしていたぐらいの感じでしたけどね。そんな感じで、なんかやばい、もう YouTube 史上最悪の YouTube ですね。なんかこう超暗い、なんか普通他の時とかもちょっと明るそうな先生でいて、こんにちはみたいな感じなんですけど、めっちゃ暗いですね。まあ、うちの教え子さんとか見てると、やっぱ獣学部とか受ける人いるんですよ。で、その、まあ、AO でもなるべく押したくないからっていう形で、まあ念のためやっとくのはあるかなっていうぐらいで、正直そこまで強いパッションをこの学部に
私自身感じないし、そんなに感じて受けてる人も正直見たことがないので、だからまあとりあえずはその今言ったような方向性で書いてみて、何かの入試の抑え、その筑波の AC とか、まあ、そういうところで受けるのがいいかなっていう感じはしますね。うん、とりあえずそんなところです。はい、はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE のあのアドレスがありますので、ぜひですね、あの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。